ターゲットを変えたら簡単に売れた経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。ところ変われば品変わるということわざご存知でしょうか。この意味はいつもは当たり前だと思っていることも違ってくる。土地によって風俗とか、習慣ね、あとは産品などはおのずから違ってくるという意味なんですね。ビジネスには地域性とか顧客の属性などが大きく影響を及ぼします。そこで今日は同じ商品でもところ変われば売れること、これについて分かりやすく解説しましょう。分かりやすいことで言えば、例えばクリスマスケーキ、これありますよね。で、日本と外国のクリスマスケーキというのは実は違いますよっていうのをまずお話したいと思います。まずはアメリカ、多くのアメリカの家庭にはクリスマスケーキと発想自体がそもそもない。家庭ごとにいろいろなスイーツを用意しますが、よく見かけるのがジンジャーブレッドを使って、作るね、お菓子の家のキット。まあそういうのありますよね。見たことあると思います。これがアメリカ。次、イギリスなんですが、こちらはクリスマスプディングって呼ばれる、1ヶ月ぐらい前から、まあこうね、熟成させる、お酒風味の強いケーキを食べます。そしてドイツ。こちらはですね、非常に有名なのが伝統的なシュトレーンね。これバターたっぷりの生地にブランデーに、まあこう漬け込んだドライフルーツ。そして雪のようにたっぷりまぶされた粉砂糖でできてます。実はうちの家庭もですね、このシュトレーンというのを毎年食べてますね。で、最後はフランス。こちらはブッシュドノエルというね、クリスマススイーツを食べます。ブッシュっていうのは木とか丸太の意味で、クリスマスの木と呼ばれるフランス伝統のこれお菓子です。日本ではブッシュドノエルっていうんですかね。まあこういったネーミングでおなじみですよね。まあ、このようにクリスマスケーキではなく、クリスマススイーツっていうね、ことがまあ正解なんだと思います。つまり、ところ変わればやっぱり同じクリスマスケーキでも品が変わってくるということなんです。まあこのぐらい、地域によって同じ商品、同じね、イベントでもこう変わってくると。で、先日ね、あるクライアントのコンサルティングを行っていたんですが、まあ、このようなね、似た事例があったんで紹介します。このクライアントは法人向けに営業を行っていますが、新規の商談ね、これはやるんですが、すぐに受注できる案件が少ないっていうのが悩みだったわけです。まあそれでも商談後しっかりとフォローして追客していれば、いずれ受注にね、なるだろうって見込みは立ってたんです。とはいうものの、やはりね、短期間で受注できるのであればそれに越したことがないっていうことです。そこで考えたのが狙うべきターゲット。これ変えてみましょうということになりました。具体的にはちょっとね、話せませんけども、ターゲットを変えたところ、売る商品は同じですよ、もちろん。一気に明るい見通しになったんです。このターゲット変更がズバリ当たって、短期間で受注できるようになりました。で、販売する商品はさっき言ったように、丸っきし同じなんです。じゃあ具体的に何が変わったかっていうと、ターゲットを変えたことによって、4つのメリットがありました。で、まず1個目は、頻繁に仕事の案件が発生するようになりました。で、2つ目、小さな仕事から大きな仕事まであります。三つ目、数百万円まではなんと相見積もりはいらないっていうね。いいでしょう、これ。四つ目、競合の企業はなんと営業はしてない。こういうことが分かって本当にね、いいことずくめだったということなんです。この事例から学べることは、あなたの商品を今すぐ欲しがってる企業、それは必ずどこかにあるということです。もちろん営業力の有無によって受注量は変わるでしょうが、ターゲットを変わることによってスムーズに受注できるようになることがあるということです。ある生命保険の営業マンは一般顧客の他に社内の社員に営業を行ってるんです。これ意味通じてます？わかんないですよね。なんで社内の社員に営業やんなきゃいけないの？ってことなんです。これからその理由言いますね。営業マン以外にも、この保険の会社っていうのは、総務とか経理とか人事とかカスタマーサポート、いろいろありますよね。そして、一般の消費者から保険に入りたいんだけどっていう相談が、まあいろんな部署にあるわけですよね。とは言っても、彼らは営業マンではありません。
で、その結果どういうことになるかって言ったら、社内の営業マンを紹介するということになるわけです。ここポイントなんですね。これに気づいたこの営業マンは、紹介してくれた他の部署の人にお礼をしたりとかね、手紙を書くようになったんですよ。そうするとさらにね、紹介が増える。あの人に紹介するとなんかね、お礼が来たり手紙が来るんで、またあの人に紹介しようっていうノリです。で、しかもね、紹介してくれた社員の上司にもなんと手紙を書いたんですって。これにより紹介した社員は上司に褒められるんです。で、上司も優秀な部下を持ったっていうことで、鼻高々っていうね、まあ一石二鳥三鳥ってことなんです。で、他の営業マンは紹介されてもね、特にお礼もしないっていうね、手紙を書くわけでもないし、で、結局お礼をしてくれたりとか手紙を書いてくるこの営業マンに紹介がどん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 集まっていった。これが要は社内の人たちに対する営業なんですよ。これちょっと面白い事例ですよね。うん。当然一般のお客さん、まあ、顧客にも営業するんだけど、社内の他の部署の人たちにも営業して紹介を増やしていたということなんですね。まあ、こういったイレギュラーなちょっとやり方っていうか考え方かもしれませんけども、こういうことも往々にして大きな企業ではあるということなので、まあこういった営業方法もね、頭の片隅に置いておくといざという時に役に立つかもしれません。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学のご案内をさせていただきました。メルマガ社長の大学は、忙しい経営者に代わって私長谷川が経営に役立つ情報を週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会にご登録をよろしくお願いいたします。